どうも皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました。ヤンさんの部屋よろしくお願いいたします。ということでですね、占い結構見て信じちゃうんだよねという方も、まあ占いは信じませんという方もですね、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。ということで早速、前置きの方はですね、いつも通り置いといて、さあ早速今日も始めていくんですが、今日ご紹介するものを早速、お出ししていきましょう。いいかな、合ってるかな。はい、本日ご紹介するものを早速お出しします。本日ご紹介するのはこちら。はい、ということですね、今日は一番くじムーミンスリーピーモーメントということで、今日もですね、今日はですね一番くじ、ムーミンの一番くじですね、こちらをご紹介していきたいと思うんですが、はい、まずですね、今日もお仕事の途中に、はい、寄ってきましたので、すいません、動画は撮れていません、すいません。はい、ということでですね、今日も写真になるんですけれども、テロップさんの方に準備していただきながら、はい、またこっちから、はい、こっちに移動したいと思います。では行きましょう。テロップさん行きますよ。はい、せーの、はい。はい、ということでですね、本日もこちらラインナップをテロップさんの方にご紹介していただきながら、まあ、大体テロップさんの方が説明してくれているんですけれども、はい。ですね、ヤンさんの今日の狙いは、A 賞と B 賞ですね。まあ、A 賞の方は、もうムーミンの、ぬいぐるみ持っているので、どちらかというと B 賞の方が、ニョロニョロの方が狙いですかね。はい。で、あとは、まあ、タオル、多分テロップさんもさっき言ってくれたかと思うんですけど、タオルはね、結構あるんですよね。めちゃめちゃ持っているので、できればタオルじゃない賞がいいなぁなんて思っていますが、はい。まあ早速ね、結果のほどお出ししていきたいと思います。いきますよ、テロップさん。せーの、はい。はい、ということでですね、見事当てられました。B 賞、ニョロニョロクッション。いや、狙いが当たったので、すごく、引き分は持っていたなぁと思っているんですけれども、その代わり、スニーカーの方は全然ダメでしたね。はい、抽選、やっていたんですけど、全然ダメでした。はい。なので、でもですね、こちらの方で当たったので、まあ、よかったかなと思います。で、言っていたタオル、まあね、使えるので、いいでしょう。はい。まあ、小皿もあって、結構バランスよく引けたかなと思います。では、戻りまして、テロップさん戻りまして、はい。早速ね、お出ししていきたいと思います。で、ABCDEFG 賞。まず G 賞。こちら。はい。タオルですね。で、こちらのタオル、あと F 賞のポーチはですね、お出しせずこのまま終わりにしたいかなと思います。で、本日、タオル選んできた、柄は、見えるかな？はい、こちら G の6番。はい、G の6番のタオルを本日は選んできました。小さいタオルもいいんですけど、まあ、ちょっと長い方が、まあ、ヤンさん的には使いやすいので、本日はこちらをお持ちしました。はい、ということで見えてますよね、見えてますね。はい、G の6番、そして ABCDEF 賞、こちらですね。はい、眠いひととき新小皿、こちらで、ラインナップの方はこちらですね。テロップさんが最初説明していた通り、すべて選べる賞になりましたので、本日はムーミンとミーが、はい、いる、こちらの小皿を持ってきました。まあ大きさ的には醤油皿ぐらいな感じですね。はい、そしてはい、E 賞ポーチ、こちらのポーチなんですけども、2個出たので選べる賞を2つ両方持ってきました。片方はムーミン、片方はスナフキンと、すいません、名前忘れました。はい、お友達ですね、いるものになります。こちらも特に開けずに、はい、こちらだけでご紹介は終わりにしたいかなと思います。E 賞のポーチ、それからF 賞もこのままでいいですかね。はい、F 賞もこちらで終わり、開けましょうか。これだけちょっと今開けましょう。は
はい、ということでですね、F 賞こちら、箱に入ってるよりも若干小さめですね。はい、まあ、手のひらサイズに収まる感じ、収まってないんですけど、まあ、手のひらサイズの感じのものですね。はい、こちら裏はなんかちょっとなんか書いてある、ちょっとボケちゃって、いや、これはボケたままでにしときます。で、表は、はい、ムーミンの怒ってますね、このムーミン。はい、この絵柄が書いてある、かわいいミーに怒ってるムーミンですね。はい、こちらでした。はい、ではですね、こちらは終わりにさせていただきまして、はい、ではいきましょう。こちら B 賞ニョロニョロクッション、すいません入りきらないで横でいきます。早速ね、こちら上げていきたいと思います。さて、最初当初の狙いだったニョロニョロクッション当たったので、よいしょ、うおー、いや、クッション性は抜群ですね。抱き心地もすごい良さそうな感じです。で、手もついていいです、可愛いですね。ニョロニョロのこのひらひらの感じがいいですね。で、表は結構ふわふわな素材になっているんですけど、裏は結構の触り心地はいいんですけど、ふわふわではない感じですね。はい、で、裏の方は、柄が書いてありまして、こんな感じのララ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 、こんな感じの柄になっています。はい、ニョロニョロクッションですね。で、まあ、あればなんですけど、ニョロニョロは何体いてもいいので、できればもう1個ぐらいも欲しいなーなんて感じているところでございます。はい、ということでですね、本日はこちら1番くじムーミン 3P モーメント、本日はこちらをご紹介させていただきました。はい、ということでですね、本日はこちら1番くじムーミン 3P モーメント、本日はこちらをご紹介していったわけなんですが、はい、全体的にね、ヤンさん一番狙っていた B 賞も聞けたので、今回も来ても良かったかなと思います。で、ただポーチですね、こちらのポーチなんかはちょっと大きさが小さいかなと、若干ちょっと物足りない感じはあるので、なんか絆創膏とかちょっとしたものを入れるのはいいと思うんですけれども、がっつり使おうかなと思うと、ちょっと物足りないんじゃないかなっていう感じはします。はい、で、ハンドタオルじゃないよ、タオルですね、ちょっと長い横長のタオルなんですけれども、こちらタオルの感じは結構普通な感じなので、全然吸わないっていうのは絶対ないと思っています。まあ、こればっかりはね、ちょっと使ってみないと何とも言えないところではあるんですけれども、ただ全体的にはやっぱり使いやすい、使い勝手のあるものが揃っているので、ぜひぜひやってみるのはおすすめかなと思います。こちら全国のファミリーマートというファミリーマートなんですけれども、ヤンさんの地元もやっぱりですね、なんかこういうもの取り扱いが少ないんですよね。はい、あとは駅のニューデイズとかでもやっているので、見かけた方はぜひぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日はこちら1番くじムーミン 3P モーメント、本日はこちらをご紹介していきました。本日のお相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。